無職ドロータでもファイヤー挑戦テレビくんです。よっマシャイ。本日は年明けからプレゼントをいただきました、ありがとうございます、というテーマで話していきたいと思います。見てほしい方はテレビくんがどんなプレゼントをもらったか知りたい方、無職の生活考え方を知りたい方向けの動画となっております。このチャンネルでは無職ドロータ35歳ボカロ P が100万円貯めた方法、AGA 治療の経過報告、ファイヤーを目指す過程だったりなどをアウトプットしていくラジオ形式のチャンネルです。よければチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。始まるよ。年明け早々プレゼントをいただいてしまいました。送っていただいた方はやすこさんです。いやいつも本当にありがとうございます。先月もピザ6枚セットとワインを送っていただいたばかりなんですけれども、いやまた元旦にもプレゼントをいただけて本当に嬉しいです。それで今回いただいたものはフィットビットのスマートウォッチと白のパーカーのセットアップをいただきました。スマートウォッチ1万7000円もするものを送っていただいて、いや本当にびっくりしています。いや本当にありがとうございます。で早速設定して今使っているんですけれども、いやすごい使いやすいし、あとスマホと連動してるアプリも入れられて、で文字盤もかっこいいデザインを選んで、すごい見やすいのでめちゃめちゃいい感じです。それですごい使いやすいなと思った機能をちょっと紹介していきたいと思います。まずは心拍数を測れるっていう機能があって、で自分なんか健康診断で一回心臓の検査で引っかかったことがあるので、でなんか心拍数測れると安心だなと思っていました。でそれで前から測ってみたかったんで、この心拍数を測れるっていう機能があって結構いいなと思っています。であとは次は歩数をチェックする機能がついています。選んだ文字盤だと1000歩ずつカウントできるデザインになっていて、で今歩いた機能歩いた歩数がカウントされるので歩く意欲が湧きますね。で心拍数と同じでアプリでグラフでその日の歩数とか心拍数が分かるようにグラフでなってるので、結構歩く意欲が湧いて散歩も楽しいです。次に睡眠時間も分かりますね。で本当に寝ていた時間とほぼ同じ時間を測れていて、で精度が高くてびっくりしています。昼寝の時間もちゃんとカウントされていて、で2度寝して、ね、最高に気持ちいいって感じで過ごしています。あとはどんな機能があるかなと思って、スマートウォッチでできるアプリみたいな、スマートウォッチ内のアプリ販売所みたいなところがあって、でそこで見つけたアプリに歯ブラシの時間を測れるっていうアプリがあったのでダウンロードして使ってみたんですけれども、でタイマー で右下の歯とか下真ん中の歯とか左下の歯だみたいな感じ で20秒カウントで教えてくれるっていうアプリがあって、でそれを使って歯磨きをしてるんですけれども、自分今使ってる歯ブラシがブラウンのオーラル B っていう電動歯ブラシを使ってるので、でそれとスマートウォッチのアプリを使ってやるとすごい効率よく歯を磨けて、で磨いた後も歯がツルツルなってるのでとっても気持ちいいって感じで、使い始めて2日だけど、で人生の質がもうめちゃ上がった実感がありますね。でそれで5日から新しい仕事も始まるので、このスマートウォッチ職場にもがっつりつけていきたいと思っています。で職場ってなんか携帯ってなかなか見づらいじゃないですか。特に下っ端とかだとなんか携帯見てるとそれだけでサボってんじゃないかみたいな、なんかそういう
見方をされるかもなっていう時がなんかそういうの結構気になるんで、そういう風に見られると嫌だなと思って、なかなか携帯って職場で見れないなと思ってたんですけど、まあそれで時計があったらかなり便利だなと思っていたので、もう本当にもうとてもありがたいです。やすこさん本当にありがとうございます。それでスマートウォッチを使ってる方、他に役立つ機能とかアプリとかこんなの使ってるよみたいなことがあったら、まあ、ぜひコメントで教えてください。で次にいただいたものは白のパーカーですね。でこちらになるんですけれども、流行りのオーバーサイズのデザイン でパーカーの紐がおしゃれです。で着てみた感じなんですけど、結構本当に大きめで、自分結構体が大きいんですけれども、まあ、180ぐらいあるので、でなかなかオーバーサイズって言ってもなんかぴったり XL とか選んでも結構これぴったりじゃんみたいなジャストサイズになっちゃうようなケースが結構あるんですけど、これはそうですね、ちゃんと身長の大きい自分でもオーバーサイズで着れてすごい気に入っています。でパーカーの紐がすごいおしゃれですね。でこの見た目のシルエットとか英語の感じとかが東京リベンジャーズに出てくる敵チームのバルハラっていうなんかそういうチームがあるんですけれども、そこのユニフォームに似てる感じで、で漫画読んでたらなんかこういうパーカー欲しいなって思っていたところでした。で下のスウェットとセットなのですごい合わせやすいしいいですね、うん、でまあ着心地も良くて、で今はまだちょっと寒いんで上にダウン着ていくか、もうちょっと暖かくなったらこれを着て出かけたいと思います。で最近こういった服が好きなんで、もういただけてとても嬉しいです。もう年明けからもう大和さんが来てびっくりしたんですけど、すごい嬉しいプレゼントを届けてくれました。でちょうど元旦の次の日の1月2日が自分の誕生日なので、誕生日プレゼントをもらえた気分で嬉しかったです。それで届いた後にやすこさんにお礼の DM をしたところ、田舎の母親の気持ちだわと言ってくださいました。いや今年実際のお母さんから誕生日プレゼントをもらえなかったので、いややすこさんお母さんより優しくて本当に嬉しいです。いやいつも本当にありがとうございます。プレゼントをもらった側はもちろん幸せになれるし、であげた側も体内の炎症が収まって幸せな気分になれるそうなので、まだまだプレゼントをお待ちしております。昨日誕生日だったテレビくんに何かあげたいという方は概要欄に欲しいものリストがあるので、そちらをクリックしてみてください。送っていただいたらこんな感じでお礼のレポート動画も作らせていただきます。それで、まあ、もらうと嬉しいものですね、音楽関係の本とか機材が結構もらうとめっちゃテンション上がります。で2番目が食べ物ですね。チョコが好きですね。であとはなんか麺類とかあるんですけど、まあなんかすごい食べ物も送っていただけるとすごい助かるので、よければお願いします。であとは家電とかガジェット系ですね。結構こっちはまとまった値段するの でもらえたらラッキーかなっていう感じで、まあ、気分で載せているものです。よかったらこちらもお願いします。で今回プレゼントしていただいたやすこさん、いつも本当にありがとうございます。最後にツイッターもやってます。フォローよろしくお願いします。エンディング曲はオリジナル曲ニートでいたいです。概要欄からフルバージョンが聴けるのでぜひ聴いてください。欲しいものリスト公開してます。テレビくんが欲しがっているものが知りたい方はぜひ覗いてみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。ありがとう、また遊んでね。打ちしたもうニートでニートでニートでいたい。
怒られるの嫌だし朝起きられない。もうニートでニートでニートでいいか。今日一日楽しかった。